署名呼びかけたときに、あの避難者の方、避難民移住者の方たちがすごく一生懸命動かれたんですけど、まあ、非常に率直な話ですね、最初地元うちなんちゅの方たちの反応は少し出足遅かったんですよね。で昨日集計を見ましたら11,071のうち9,211が県内だったっていうのは、実は私呼びかけ人としては驚きでした。でこの 2週間今日の間に、あの本当にうちなんちゅの人たちの意識が変わってきて、やっぱこの放射能汚染の問題が沖縄の自分たちの問題だっていうふうに意識が完全にこう変わった。で署名のこの 90% 以上、90% ぐらいか、ちょうど 90% が地元沖縄の人たちのものだったっていうのは非常に大きな結果だなというふうに見ております。はい、どうぞ。自分の、あの経理的にもこういうものですし、あの自分のこととしてあの考えてこられたかというと、あまりということはあったんですね。それが、あの子供は病気だもんですから、子供の手を引いて那覇空港に降り立ちましたときに、最初に思いましたのが、今度は沖縄に何をしてきたのかと。それで、あの我が身のこととして沖縄のことを考えてきたのか。それにもかかわらず、あのここに助けていただく、あの日本の中で、あのおそらく唯一、あの最もあの綺麗な場所として、あの沖縄に助けていただくことに対して本当にありがたく、それで今まで何をしてきたのかなという思いがとてもありました。で、あの疎開後本当にさまざまな方に助けていただきまして、東京でしたらそのようなことはなかったと思います。あの地内地の方々の本当にあの助け合いの精神といいますか、そういうことは本当に尊敬して感謝しておりまして、まずあのその沖縄、あの初会社としましては沖縄に対するあの感謝を忘れてはならないし、あの沖縄の方に、ね、本当にお礼申し上げたいと思います。でその中で、あのこの署名活動の話を聞いたときに、あのといいますかお世話のお礼を、ね、こちらに入れるという話を聞きましたときに、あの被災者をこれだけ温かく迎えてくださっている沖縄に今度は放射性物質まで持ち込むのかと思いましたら、ナイチャーとしてもう極めて恥ずかしく、あの震えるほどの憤りを感じました。それで、あのその中で署名活動をしていましたときに、私も署名活動初めてだったんですけども、我慢できなくて、あの地元の方に集まってたりしたときに、あの年配の年寄りの方とかに、沖縄内地の人がね、あの沖縄のためにって言っていろいろ始めても、結局すごく長い歴史があるし、あのいろいろあのだから、あのすぐには信じられないということをはっきり言われたと思います。それで、あのあなたとゆっくりお茶したいって言われて、まあ、私はその時にあのお茶する時間がなかったので、あのいずれあのお茶したいですって言って、あの別れたんですけれども、そういう形で、あの結局あのこの問題にすごく敏感で、あの星を挙げたのは、あの都会の人だというのが、あの例えばあの私はこういうこと、あの、原発の問題とかある程度はあの、ゴミに挟んでいたのですが、あの全然あの嫌だなと思うだけで全然声を上げずにまいりました。その挙句が福島第一原発、第一原発の事故であり、住み慣れた東京を離れなければならないということになりました。ですから、あの声を上げなければならないということで、この署名活動に携わった社会の方も、こういう活動をされるのは初めてという方がたくさんおられるんだと思います。で、あのここが、あのここが汚染がひどくなりましたら、もう住む場所はない、日本に住む場所はないという、それこそなんかお尻に火がついたような状態で行くのが思って始めたというのはもちろんあれなんですけれども、距離的に遠いために、もしも あまり悲観といいますか、リアリティがないようなかったの沖縄の方がなかったとしたら、その状況をお知らせして、それで守っていくことができれば、少しでもこれだけ温かく迎えてくださった沖縄への恩返しになるのではという、恩返しができたらという思いがあります。
ご紹介をいただいたんですけども、自己紹介ができないので、自分も東京の方から、移住してまいりました、移住者の谷村と申します。ほとんど言っていただいた内容と被ってしまうので、その辺ちょっと省略させていただきたいんですけども、ただ本当に沖縄の方々には助けていただいたなと、それから沖縄にも助けていただいたなと思っていまして、それでまあ越してきたばかりの時はちょっともう更新していて何も手がつかなかった状態なんですけど、でやっぱりそのこっちへ越してきて自分の基盤というのを作っていかなきゃいけないなと思ってっていうのもあって、で仕事とか全てもう関東の方に置いてきてしまっていたので、こっちで新しいこともしなければならないなと思いまして、それでこちらで実は法人を立ち上げて、それでまあ実は緑のシーサーという名前なんですけれども、内地から来た人間がシーサーというのを名乗るのもちょっとこわもしいかなとも思うんですけども、でもそうではなくて本当にちょっと沖縄に感謝する、で沖縄の方々がそのアモレ放射線について今回の福島由来ということで言うとあんまりその気にされてなかったというところもすごく自分としては心配で、自分たちがやっぱりその放射線を見える化して、それでその放射線がやっぱり怖いんだよと、それからこれだけの他人の目に見えないものなんですけども、見えたものがそのこれだけの放射線を出してるんだと、そういうものを本当に見える化していきたいなと思いまして、それでまあ自分たちでその機材を購入して、それで検査を行ってくれる会社を作ろうというのが、自分たちの今回の話で、で放射能から子供を守る会沖縄の辰野さんが実は近所に応募していらしたので、それでちょっと連携を取らせていただいていろいろお話をさせていただいているという次第で、今日もこちらの方に呼ばせていただいてお邪魔している次第なんですけども、本当にその第一歩ですね、その署名をさせていただいたというのは本当にやっぱり同じような考え、自分だけではなくて、あ、いらっしゃるんだこの方がっていうのが一番やっぱり思ったことでしたので、考え深かったです。家族全員でやっぱり名前を書かせていただいたんですけども、今後土だけじゃなくて多分いろんなものが恐ろしいものは多分輸入されてくることになると思うので、ぜひそれは止めていきたいなと、自分たちがなんかその流れに任されるんじゃなくて、ちょっと、くさびになるというか、アクションを起こしたいなということで、そういった方針を落としましたので、今後ともよろしくお願いします。すみません、ちょっと自分の PR みたいなことが入ってます。今朝から、昨日からですけど、全国のツイッターやフェイスブック、いろんなところから応援のメッセージが来てまして、沖縄は守れる、沖縄守れる、ぜひ頑張ってくれというエールが来てますんで、緑のシーサー、そして先ほど紹介があった子供を放射能から守る変わる沖縄とかね、あとヤンバル共生プロジェクトとかいろいろな、まだどこも小さい規模なんですけども、市民グループで放射能から沖縄を守ろうという運動がだんだんネットワーク化して、出来上がってきてますんで、ぜひ市民の力ももっともっと力をつけて、沖縄が放射能から守られるように、そしてこの美しい豊かな自然と産業がある沖縄を未来に向けてつないでいくように僕たちも頑張っていきたいと思いますので、続けてこれをきっかけにこれで終わり、今日で終わりじゃ解散ではないですので、続けていろんなことをしていきますので、メディアの皆さんもよろしくお願いいたします。やっぱ原発をね、これまでこの止められなかった責任は自分たちの世代にもあるから、その県外、例えばその関東からの食材を拒否することにすごく罪悪感を感じるし、進んで食べるべきじゃないかなっていうね、意見の人もいるんですよ。そういうことについて、その内部被曝について詳しい先生から、そういう意見ってどう思われますか？そういう意見があることを聞いて、私もちょっと、それは大変なことだと思ってるんですけど、まずね、その頑張ろう日本みたいな感じでそうやってわざわざ汚染物を食するというのは全く利益はないと思うんですね。食べた時にはまだ放射能ですから、しばらく経ってから害が出るわけですね。でそういった人たちがみんなその病気になって倒れた時にね、それ医療保険だとかそういうものも広い目で見ればものすごくかかってきて、みんな病気になったら本当にやってける助ける人がいなくなっちゃうわけですよね、広い目でマクロで見たらね。でもちろんその一人一人の
そのたった一人の病気であってもその人自身やご家族や友人にとっては大変なことであるわけですよ。でその危険をね無視してみんなで助けるために食べようっていうのは本当にそのなんか全くその筋が通らない話で、本当に助けるんであればその汚染されてしまった食べ物とかはもったいないですけれど、やはりそれは廃棄処分なりなんなり処分してですね、でもちろんその農作物を作った人たち、畜産農家の方たちはもう全面的に長期にわたってもう国として責任を持って保障をして、でも汚染物質は絶対毒を人に配るのと同じですから、私はその理論は全く理解できないですね。はい、ありがとうございます。じゃあよろしいでしょうか。ずいぶんちょっと1時間半かかりましたが、ニュースというのを見てくださって皆さん、ごめんなさい、お疲れ様でした。じゃあこれからもよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。